廉司が17歳の時いつも通っている六条すんどころの家に行く途中で乳母の家に寄り道した時のことですきれいな白い花が咲いているのを見つけましたあのきれいな白い花は何というのだろう今まで見たこともないあれは夕顔といってこの辺りにしか咲かない花です 夕顔ふーん可愛い花だあれ人が出てきた子供が扇子を持ってきた心当てにそれかとぞ見る白露の光添えたる夕顔の花素敵な歌だ これみつ、この歌を書いた人に会えるよう頼んでみてくれないか。はは。おい、お隣さん、今朝はさーっぷいだー。本場やら、もうヒートテックいるで。ど、なんだ。<laughs> <laughs> 今度はなんだお隣のキヌタの音ですわ洗濯物のシワを伸ばしていますのどうしてこんなに近いところから聞こえてくるのだ <laughs> だってうちは小さくて近所の声が丸聞こえなんですもの光様のお家とは違いますわ そうかなんだかうるさいね。今度はもっと静かなところに行こう。 ゆうがおの家は小さくて隣近所の声が聞こえすぎるので光源氏は別の日静かなおうちに連れて行きましたそこは静かで2人の邪魔をする者はいませんなんだか暗くなってきたから明かりをつけに行ってくるね。 <笑><笑><笑>おい優雅<笑><笑>なな,なんだひどいじゃないですか私の家に来るかと思って待っていたらこんな女のところにばかり行って六畳を目安の頃